BMW は、ドイツの BMW の自動二輪車、生産販売部門。現在の社長は、ヘンドリック・フォン・キュンハイム。BMW は1923年以来、オートバイを生産し、2009年は 87,306 台を販売し、総売上は10億 6,900 万ユーロ、2008年は 101,685 台を販売し、総売上は12億 3,000 万ユーロであった。2011年5月に生産した200万台目の車両は R1200GS であった。BMW の最初のオートバイ R32BMW は20世紀の初めから第一次世界大戦時に航空機のエンジンメーカーとして始まった。最初のオートバイ R32 は1923年に作られ、水平対向ボクサーエンジンを搭載していた。BMW は現在も水平対向ボクサーエンジンを使用しているが、その他の形式のエンジンも製造している。2008年には DOHC ボクサー HP にスポーツを発表し、G450X をリリースして、オフロードレーサー市場に本格的に参入した。BMW の二輪は他の二輪とは異なる機構を採用している例が多いのが特徴である。特に水平対向2気筒エンジン、乾式単板クラッチ、シャフトドライブ、このいずれかを採用しているものが多い。新機軸の採用に熱心であり、近年では次のような技術を他メーカーに先駆けて、次々に市販車へ採用している。BMW の一部を除くすべての車両はベルリンで生産されるが G310 についてはインドの TVS モーターカンパニーでいくつかの種類のエンジンはオーストリア、中国、台湾で製造される。現在生産している車種の大半はデビッド・ロブが設計した。ロブは1993年から2012年まで同社の主任設計者を務めた。BMW は2009年に 82,631 台のオートバイを生産した。これは2008年の 104,220 台と比べて 20.7% の低下であった。最も人気があるモデルは R1200GS と兄弟車種のアドベンチャーであり 24,467 台を販売した。同車種は年間生産の 28% を占める。現在の生産車種の駆動方式は、シャフトドライブ、チェーンドライブ、ベルトドライブと多種にわたり、排気量も 313cc から 1600cc、種類もオフロード、デュアルパーパス、スポーツ、ツアラータイプに及ぶ。BMW のベストセラー、R1200GS 名称は、エンジン形式、排気量、使用用途別分類記号が主に採用されているが、HP2 のように例外もある。主な使用用途の記号は下記に記す。水平対向4気筒、または水平対向2気筒、直立単気筒エンジンを採用している。1932年の R32 より続くシリーズ。直列6気筒、または直列4気筒、直列3気筒エンジンを採用している。1983年に最初のモデルが発売され、当初は R シリーズから置換される予定であったが、ユーザーからは R シリーズの生産要望もあり、併売されることとなった。1994年から発売された水冷単気筒、または並列2気筒エンジンを採用しているシリーズ。エンジンはロータックスとの共同開発、組み立てはアプリリアが行っている。水冷単気筒エンジンを採用したシリーズ。製品の中には F シリーズから移管されたものもある。2012年から発売された大型スクーターシリーズ。台湾の紅葉工業が受託生産している。HP はハイパフォーマンス、2は水平対向2気筒エンジン、4は並列4気筒エンジンを意味する。他の BMW モーターサイクルでは必ず配慮されていた操縦安定性、二人乗りを含む積載性、居住性等をある程度無視して走行性能を追求したシリーズであり、受注生産される。C1BMW はダカールラリーの二輪車部門に毎年参戦しており、これまでに6回優勝を果たしている。2007年に BMW もトラッドは2009年から S1000RR でスーパーバイク世界選手権へ参戦することを発表した。2009年、スペイン人ライダーのルーベン・チャウスとオーストラリア人ライダーのトロイ・コーサーを擁し、チームアルファ BMW として参戦した。2010年にはアンドリュー・ピットとローランド・レッシュもチームライトバーゲンから BMW を買って参戦した。ありがとうございます。